トヨタ自動車はきょう、トヨタ自動食器による認証不正問題で稼働を停止していた2つの工場の2つのラインで生産を再開しました再開したのは、三重県のトヨタ車体いなべ工場と岐阜県の岐阜車体工業本社工場のそれぞれ1ラインです。ここれににによりり全国に14あるる完成車工場のすべてが稼働することになりました。